VTR はですね、久々です、ママチャリの旅。いつ行ったのかよくわかります、見てもらえれば。はい、すっごい日差しが明るいかもしれません。大福市の皆さん、さようなら。ママチャリの旅はまだ続いている。すごい発想。前回の旅では山口県防府市をスタートし、まだ厳しい暑さの残る中、約40キロを走り切って、同じ山口県宇部市にある古東駅に無事到着。その日からさらに旅は続き、今回はついに九州へ入る。パチンコがあった。ということで、はい、パチンコをしている間に休養十分、はい、休養しました。下関にまであとですね、はい、もう40キロありません。40キロないんですか。ないんです。今日はじゃあね、下関に行ってたんですけど、ええ、九州まで入ります。本州に別れをつけます。なるほど。じゃあ関門海峡を渡って、はい、博多あたりに泊まった方が夜は楽しいしと。そうですね。博多まで行きましょうか。じゃあ行きたいですか。行きたいです。さようなら。一人しか。東京日本橋を出発し、ここまですでに1100キロもの道のりを走破してきた南原。この日の目標はもちろん、長かった本州に別れを告げ九州に上陸すること。頑張って頑張って。楠木町の看板の横を今通り過ぎました。あっつい。ずっとまっすぐに続くこの道路、残りまだ1キロ近くは上りが続こうかというこのコースであります。しかしこういった苦しい場面では頼れるのはとにかく自分の脚力だけ。山陽町へと入ります。あー、越えた。この山陽町を抜けますと、いよいよ下関市に入るということになります。おー、海だ海。なんだあれ、おい、何あれ。スオーナダですね。え、スオーナダ。スオーナダ、あー、綺麗だな。貝汁の道しよう。エッチだね、なんか。国道2号線沿い、下関の看板であります、フグの絵が描いてあります、下関市であります。山口県本州の最西端であります下関市に突入いたしました。よっしゃ、本州最後の市。いや、本州って長いな。いよいよ残りあと10キロ。10キロですか。今は看板出てますよ、10キロって。おお、一気に行きます。バイバイ。トンネル入り口まで4キロ。4キロですか。下関マリンランドの大観覧車を左手に見ながら、南原清隆ゆっくりと右にカーブを取ってまいります。思い出した。おい、関門海峡、おい、うわ、ほら、あ、俺修学旅行で行って以来だ俺。 CM の後は南原感動の九州上陸。またいじゃった。おい、関門海峡、おい、うわ、ほら、嬉しかったな、これ。あ、俺修学旅行で行って以来だ俺。なんか思ったより九州って近くに見えるもんね。すぐそこですね。ねえ、なんか尾道みたいな感じですよ。ねえ、やったー、九州だ。あれが九州です。よかそこです。来た来た、来てよかった。関門トンネル入り口、いよいよ関門トンネルにやってまいりました。いよいよ本州を制覇であります。関門海峡のトンネルにやってまいりました。いよいよ本州を制覇。くわー、よかったです。いやー、本州にとうとう分かりました。いやー、長かった。一番きつかったのは。きつかったのはやっぱり箱根がきつかったんですけども、うん、県できつかったのは岡山県ですね。岡山、で楽だってのはやっぱりこう山口県がね、楽でしたね。走りやすかったですね。そう、おー、うん、本州よ。長い旅をありがとう。素晴らしい。素直にね。さあ、それではこんなのがあんの。何
な。あ、開くんだ。初めて行ったよこれ。初めてだ。乗り込もう。橋じゃないんですね。エレベーターだったっけ。動いてる動いてる。どんなとこが待ってんだろう。俺初めてだからドキドキする。九州と本州を歩こう。おお、なんだこれ。子供楽しみたいな。あ、なにこれ。なんだ、一直線だ。案外でも狭いっすね。ね、なんか思ったりしてます。もっとこう広いところを渡るかなと思ったらね。あ、これはここなんだ。これは山口県と福岡県の県境。またいじゃった。ちょうど流星号二つまたいかけて。かっこいい俺の流星号。もう九州ですよ。あ、もっと感慨深くやればよかった。最後に騙されて去っていっちゃった。今感動を与えなかった。よし、いよいよ九州をこの目で見てやる。さあ、いよいよ上りのエレベーターに乗って来ました。あ、もう暗くなってる。スタートして2時間、南原ついに九州上陸。あれ本当に向こうから来たのかな。俺こっちに。さっきとあまり景色が変わらないから、ね、いやー、トンネルから抜けたら暗くなってるなんていいじゃないですか。うん、いよいよ九州に来て、うん、ところで今日どこまで行きますか。この後、この後ですか。まあ、あの福岡県警とかですね、いろいろご迷惑かけますから、カメラなしの僕一人で行ってみたいと思います。それじゃあ。九州に到着した途端、突如南原が一人で走り始めた。唖然とするスタッフ、なすすべもなくただ見送るばかり。一体南原に何が起こったのか、それとも単なる気まぐれなのか。南原清隆、まだ29歳。冗談半分で始めたママチャリの旅だが、君はいつの間にか本州を走り抜け、ついに九州上陸を果たした。一体ゴールはどこに。ただまっすぐに前を見据える君の瞳には何が映っているのか。寂しいエンディングでしたね。今回の第2弾のこう奇跡を、この京都からずっと大阪を全部思い出した。今これ大阪、神戸、明石ね、姫路、愛媛、伊豆みたいな。そうだよ、なんかちょっとしたあのミニシネマみたいなのやってましたよね。いい旅じゃないですか。え、じゃあお前やれよ。や、東京から、あ、お前東京から北海道やるわ。空いてっから、そこ。自転車は南原が得意だからっつんでスタッフが考えたんじゃないですか。じゃあお前何が得意なんですか。あ、バク転。チャリンコですね。あの後どこに行くんですか本当に。それはもう言わない。北九州あたりからスタートして、次ドントストップ。ドントストップ。九州から年末年始特番無茶企画、24時間ママチャリというのが今度あるんですよね。大晦日スタートの元旦の夜ゴールするんですよね。ねえ、ゴーンで除夜の鐘聞きながら元旦にまたあれやるんですよ、宇宙征服宣言を。うん、京都でゴールしたじゃないですか、ずっと前に。あんな感じで生放送でゴールするんですよね。どこに行くとか謎なんですか。それはもう言わない。24時間つったら、でもあの北九州からだと、もし南に行くと、ドントストップ。いや、ドントストップやめるなってことでしょ。南という線もありますね。もしくはこう長崎まで行って